南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く汝らを敬おあえて傲慢せず、ゆえんはいかん。なんじらみな菩薩の道を行じて、まさに差別することをうべしと、南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。五章の189ページの一番最後の行、仏教また格のごとしというところね、そこから次のページの段落のところまで読みますね。はい、いいですか。189ページの最後の行ね。はい。皆目承認のたまわく仏教また格のごとし五感の永平に感度に仏法渡りて邪天破れて内伝達内伝に南山奥一の異臭を懲りて乱菊なりしかども神髄の智者大師に打ち破られて仏法再び軍類を救う。その後発想衆真言衆天竺より渡りて華厳衆また出退せり。これらの衆住の中に発想衆は一向天台衆に適応なす衆訪問水かなり。しかれども現状三蔵絵音大師異彩に天台の恩赦を見けるおのぬい自習の邪見ひるがえるかのゆえに自習をば捨てねどもその心天台に響くすと見えたり華厳宗と真言宗とは元権行権宗なり全無為三蔵金剛地三蔵天台の一年三千の義を盗み取って自主の肝心としその上に陰と真言と加えて超過の心を起こす。その司祭を知らぬ学者等は天竺より大日教に一年三千の訪問ありけりと打ち思う。華厳宗は長官が時華厳行の真如苦衛士の門に天台の一年三千の訪問を盗み入れたり人これを知らず南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。本日は平成20年ごめんなさい令和2年の、初めての13日の日蓮大聖人様のご法恩お講にあたりまして、皆様方にはすがすがしい新人の志を抱いて、
ご参詣をいただき、誠にありがたく尊く存ずる次第であります。今年も日蓮大聖人の法を信ずる皆さん方がどんなに苦しいこと、悲しいこと、辛いことがあっても、その時こそ信心してよかったと心の底から思える信心こそが本物の法であり、本物の信心でありますから、すべての苦しみ悲しみを変毒医薬できる法であっても、自分が間違った考え方で信心をしていれば、信心をしているのにという愚痴が出たり、人のせいにしたりして不信の迷いを深くするだけになってしまいます。お寺は信仰の道場、信仰の練習場ですから、お寺へ来て日蓮大聖人の法を学び、自分の考え方、生き方を立ち止まって冷静に見て改める努力をしていただきたいというふうに思います。そして先ほど申し上げたように、苦しいこと、悲しいこと、辛いことがあったときに、本当に信心していてよかったと思える人間、信仰者になっていただきたいというふうに思います。今日新しい2月の日程表を皆さん方にお配りしましたけれども、こうやって13日にお参りしたときに、次の月の日程表が出ますので、いつも封書で手紙でいただいている方は、いただいている方でお参りした方は、もらって帰っていただきたいと。でもらって帰っていただくときに名前を言っていただかないとまた送っちゃいますので、ですから、名前を言って、持って帰っていただくと、10日ほど早く手にすることができると思いますので、そうしていただきたいと。棚に札がある人はその札のところから外して、持って行っていただきたいというふうに思います。で、2月は7日が日光聖人の競り横、それから2月の16日がお誕生へ、日蓮大聖人様のお生まれになって799年目に当たりますけれども、この誕生へ、誕生への後に皆さん方にお伝えをしていましたところの三支塔と北海万霊の供養塔の開眼供養を行いますので、ちょっと時間が長くなるかも分かりませんけれども、このその段取りでお願いしたいと。まあ、天気であればいいんですけども、雨が降ってると困りますので、傘持参でお願いしたいというふうに思います。それからここにポスターを去年の末から貼ってありますけれども、今年は新潟の長岡で5月17日に行われます。で、お互いに忙しい身ですので、ゆっくり一泊して来れればいいんですけども、時刻表を見ましたらですね、朝の一番で行くと最終までには帰れるという距離ですので、弾丸ツアーみたいになりますけども、朝の一番で行って、それで大会に参加をして帰ってくると。旅とはしては全く味気ないものですけれども、参加をされたいという方は早めに申し出て、ここに名前を書いておいてもらいたいと。だいたい4万6000円ぐらい、4万6000円弱で、食事代は自分持ちということになります。
さてそれでは難しいですが大切な皆目抄のお話に入っていきたいと思います。前回のところでは再尊入試ということをお話し申し上げました。仏教の過去現在未来の三世の命、永遠常住の命を説いている教えに対して老子孔子の人間社会の礼儀や人格道徳を中心に説いて三世の命まで説明できない教えというものが負けるわけにはいかないというふうに考えて尊い仏教の教えを砕いて低い卑しい自分たちの教えに取り入れて昔から仏教と同じ仏教以上の教えが自分たちのこの儒教の教えにもあるんだということを嘘をついて平気な顔をしていることを再尊入試というふうにこの言うんであるということを前回の時にお話を申し上げました。しかしこれは儒教だけに言えることではなくして世の中全体がパクリという言葉があるようにこういうものが売れて儲かるというと似たようなものが次から次に現れて最初に作った人の研究努力が見向きもされなくなってしまう状況が生まれるわけであります。仏教もそういう歴史の流れの中で現在まで伝わってきている。つまり間違った情報、嘘の情報の方が何か真実のようなこの状況にこの伝わってきているわけでありますから、私たちは信仰する人間が見てくれや宣伝文句に騙されないで本当に根本とするお経にそのことが書いてあり辻褄が合うのか、天理教や霊友会のようにある日突然教祖様が悟った人だということでそれを信じている人たちが世の中にはたくさんいるわけでありますが、それは根本とする教えというものがその一番源根っこにない。教祖様が悟ったからといっても他の信者さんが悟れるわけではないわけでありますし、同じ悟りを得ることができなければそれは平等の教えとは言えないわけであります。で、そうすると教祖様が死んでも教祖様を本尊として拝み、救ってください、助けてください、守ってくださいとおすがりをして服従するだけの信心になっていってしまうわけであります。こんな道理を無視した者に全ての命の本当の姿に向き合うことはできない、自分の命を任せて信仰するわけにはいかないということが言えるわけであります。さてそれでは今日お読みしたところに入っていきますが、初めのところは仏教を格のごとし五感の衛兵に感度に仏法を渡りて邪天破れて内伝達内前に南山奥一の異臭を懲りて乱菊なりしかども鎮髄の知者大師に打ち破られて仏法を再び軍類を救うというふうにありまして、先ほど私が先回りして話をしてしまいましたけれども、仏教の中においても同じように再尊入試のイカ様、イカ様というのはですね、イカ様というのはこうイカ様って書くんですね、どこのどなたですかと、あなたはどういう人ですかと、それがわからないという、その正体がわからないということをイカ様というふうにこの言うわけですね。だからあれ嘘くさいなと、あれイカ様くさいなという言葉はそのここからこの出てるわけですよね。まともそうに見えるけれどもどうも怪しいなということをこのイカ様というふうにこの言うわけなんですね。
でインドから中国へ仏教が渡ったのはですね、永平10年西暦67年後漢の時代、明帝が国を治めていた時代であります。一説にはもうちょっと早い西暦58年であるとも言われています。日本に仏教が正式に渡ってきたのは538年ですから、日本よりも470年も前に中国にインドから仏教が渡っていたわけであります。ちなみに曹洞宗のこの石川県にある総本山を永平寺というふうに言いますね、有名な永平寺と。でこの曹洞宗のこの永平寺は曹洞宗の道元がこのそこに、この教えを開いたこのところなんですけども、日蓮大聖人様が生まれた次の年の承応2年1223年に道元は師匠とともに宋の国へ渡り、4年間を費やし禅宗を日本へ伝えました。そして石川県にある永平寺はもともとは大仏寺、この大仏ですね、大きい仏と書いて大仏寺という名前の寺でしたけれども、この中国へ仏教が渡った年に長く平和な、長く平和な国となるようにと祈りを込めて永平という年号にこの中国がこのしたんですね。でその年号、その永平という年号にあやかって道元が永平寺という名前にこの大仏寺を改めたのであります。仏教がインドから中国へ渡った時代の名前にあやかってつけた。しかしご存知のように禅宗は極めて仏教の成仏悟りに至る教え通りから外れた、自分の力で悟りを開くという100人が100人、1000人が1000人、点でバラバラの方程式のない仏教と名乗っていても仏教とは言えない宗教であります。永平寺の名前はそういう意味でも非常に矛盾した名前であるということが言えるわけであります。さて話が外れましたので元へ戻しますが、永平10年西暦67年、インドから仏教が中国へ渡ってきた時に中国に流布していた儒教とぶつかり、議論がそこかしこで起こり、その結果儒教の教えは浅い道徳を説いていても命を説いていないということで負けて、仏教が中国の社会に広がり伝わっていったのであります。しかし仏教の中においてもこのお経が一番だ、いやこのお経が一番だというものが南北時代に現れ、南山北七といって10人の中心者がそれぞれの主張で宗派を立てて、南の方に3宗、北の方に7宗の10宗が仏教の中において俺の方が正しいんだ、俺の方が正しいんだと主張し合って争っていたのであります。その時に秦の時代の末、隋の時代の初めにまたがって現れた天台大師智がそれまで仏教の経典釈尊が説いた法ならば何でも尊く何でも正しいと考えていた僧侶たちに対して、仏教の経典には深い教え浅い教え、高い教え低い教え、大きい教え小さい教え、広い教え狭い教え、方便の教え真実の教えの順序がある。仏教経典の中において一番高い釈尊の教えの中で一番優れている教えは
法華経であるということを示し、南山北一の実習の宗派を法華経によって破釈し、法華経第一という考え方というものが中国の全般に広がっていったわけであります。その次に、その次の御所ね、その後発想宗、真言宗、天竺より渡り、華厳宗また出退せり、これらの宗従の中に発想宗は一向天台宗に適をなす宗、法門垂下なり、しかれども現状三蔵寺四大師異彩に天台の恩赦を見けるほどに、自習の邪見翻るかのゆえに、自習をば捨てねども、その心天台に帰伏すと見えたり、というふうにありまして、この南山北一の十州の破釈を天台大師が行った後に、現状三蔵、これは西遊記の三蔵法師のモデルになったこの人なんですね。この現状三蔵と慈恩大師がインドから発想宗と真言宗と華厳宗を持ってきた。そこでまた天台宗と発想宗と真言宗と華厳宗と法論になったですね、議論になった。中でも発想宗は五章格別という考え方を立てて主張して、天台と全くこの天台とぶつかり合って、まさしく今読んだ開目章に書いてあるように、水と火のように全くその主張がかけ離れてこのいたわけであります。ですね、華厳宗っていうとですね、皆さん方が修学旅行で行くところの奈良のこの東大寺ですね、大仏さんがある東大寺、これがこの華厳宗です。それから発想宗、これも修学旅行で行くところの法隆寺、それから興福寺、それから薬師寺、これが発想宗です。だから華厳宗とか発想宗は一番最初に日本に仏教が渡ってきた時のこの宗派ということがこの言えるわけなんですね。で、発想宗と特に天台宗、法華経はぶつかり合いました。で、それは何かといえば、発想宗は五章格別といって、声聞円覚菩薩の三乗と不浄生と無生の三つに人間の命というものはもともと分かれていて、声聞はずっと何をやっても声聞の命であって、もう決まってるんだと。声聞の人が一生懸命信心修行したからといって仏になるということはないんだと。声聞はずっと声聞のまんまなんだとね。菩薩はずっと菩薩のまんまなんだとね。仏には絶対なれないと。他の円覚菩薩、三乗、不浄生、無生の五生も絶対に仏になれないんだと。もうまるで身分制度みたいに、もう最初から最後までどんなに信仰しても罪深いものは罪深いまんまで仏にはなれないんだと。仏になれるなんていうことを言ってる法華経の天台宗の方がおかしいんだということをこの主張してきたわけなんですね。で、天台宗は法華経を根本として十戒五愚の成仏を説きます。どの命であっても仏になれるんだと。そして天台宗と南山福一の人々とその議論をする。そして発想宗と真言宗と華厳宗と天台大師が議論をしている。そのうちに発想宗、真言宗、華厳宗の僧侶は法華経の十戒五愚の成仏という教えが自分たちの教えが一番正しいと言いながら、自分たちが信ずる経典には到底その内容がないなと
いうことがですね、この自覚することができるようになったんですね。どうも俺らの方が天台宗の法華経より正しいんだと、優れてるんだって言いながら、内心はどうもやっぱり部が悪いなと、どうも天台宗の法華経の教えというものの内容が自分たちの方には全くないし、この欠けてるなということが、少しずつ少しずつ認めないけれども内心認めなければならないような、そういうようなこの状況にこのなってくるわけですよね。ねえ、法華経に勝つことはできないなというふうに考えて、心は天台宗この法華経の教えに降参をして、そしてこの内容は法華経の教えというものを取り入れようと、だけども自分が負けたとは絶対に言わないと、だから看板は外さないと、中身は実は自分たちの教えにはもう法華経と同じ教えなんかあるんだということを嘘を突き通してこのしたわけなんですね。ねえ、そういうのありますよね。逆切れっていうのがありますよね。そのだん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 喧嘩しててね、自分が悪いっていうのはもう分かってるんだけども、それ以上言ったらどうなると分かってるのかと言って、その逆に怒る人がいますよね。何なんだか分かんないようなこの状況に話がそのねじ曲がっていくんですけれども、この発想宗や華厳宗がちょうど逆切れの状態にこのなっていったということなんですね。その次に、華厳宗と真言宗とは、元は厳行厳宗なり、善無位三蔵、金剛智三蔵、天台の一年三千の義を盗み取って自宗の肝心とし、その上に陰と真言とを加えて超過の心を起こす。その司祭を知らぬ学者等は、天竺より大日経に一年三千の訪問ありけりと裏思う。華厳宗は長官が解き、華厳行の新緑絵師の門に天台の一年三千の訪問を盗み入れたり、人これを知らずと。ですね。華厳宗と真言宗はもともと厳行の教え、仮の教えで、真実成仏を説いている教えではないのであります。ところが天台大師と議論をしているうちに、法華経の一年三千の教え、この法華経の一年三千の教えっていうのは、皆さん方に何度もお話してきてますけども、すべての命はつながっていて、すべての命に仏の命が備わっていて、すべての命は仏となる資格を持った平等の命であるという一年三千の教えを盗んで、自分たちの宗派の魂であると主張するようになってしまった。議論をしているうちに、あ、そんなものだったらうちの方にもあるわというふうにして開き直って、ないのにあるんだということを真言宗は言い出した。その上にうさんくさい陰と真言を加え、陰というのはこの仏像がこうやってこの手をね、このいろんな形でこうやってますね。でそれをこの陰というふうに言うわけですね。私たちがこうやって手を合わせるのも一つの陰なんです。この私たちが合わせているこの左右の棚心を合わせる陰というのは、陰の中でも最高の陰だというふうにこの陰のこの教えの中に説かれているんですね。だから最高ですから、これ以上他の陰をする必要はないということなんですね。だけど真言はその時その時の状況でいろんな因をこの結ぶわけなんですね。昔あの忍者ブームっていうのがあって、今外国の人が忍者ブームで、日本の人は忍者なんか見向きもしないんですけど、忍者ブームで観光客がワン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 って来てて、忍者道場に入って忍者になったつもりで自分の国に帰るらしいですけど、だいぶ遅れとるなって、僕らが小学生の頃の話だなと思ってるんですけども、忍者がこうやってやりますよね。ドロンとかいう、これも陰なんですね。精神を統一するために
このドローンと、これもいいんですね。そんなあの気軽に歩きながらドローンはできませんから、集中しなきゃいけませんからね。だけど誰がやってもダメですよ。ドローンはできないですからね。ドローンはできないんですからね。いいんです。でその印をこう見るとうさんくさいけどなんかありそうだなとみんな思うわけですね。から真言っていうのは呪文のことです。なんかありますよね。アダブラカダブラとか言って、アダブラカダブラが呪文かどうか分かりませんけども、そういう呪文もその時その時のこの状況によって呪文がこの違ってくるわけですね。と人間はこのなんかうさんくさいとなんかありそうだなと、なんかありそうだなと、奥深そうだなというふうに人間は考えてしまうわけですね。でその因と真言を加えて、それで理論においては真言宗は法華経と同じだと、だけど修行においては法華経よりも真言は優れてるんだというふうに理道自称ということを真言宗はこの主張したわけなんですね。理は同じだけれども、理論は同じだけれども修行の上において真言宗は優れてるんだということをこの法華経に対して理道自称という、その めちゃくちゃな理論でもってその反論をさっき言った逆切れでこの訴えてきたということなんですね。でこのごまかしを知らない学者たちは真言宗の口車に乗って一年三千の方が真言宗にもともと備わっていると信じ込み、優れた宗教だと、真言宗は優れた宗教だというふうに考えているわけであります。一方華厳宗は華厳経の中に真如苦恵師、心は巧みなる絵師のごとしということを真如苦恵師というふうに言うんですけれども、心は巧みなる絵師のごとし、心というものはあたかも絵描きが一本の筆でいろいろなものを描き表すように三千大千世界のすべての法を作り出すものだという経文に、法華経から天台大師が一年三千の法を導き出して示した、この一年三千の法を盗んで真言宗にも一年三千の法がある、華厳宗にも一年三千の法があると無理やりに解釈をした。一般世間の人々学者等はみんなこの言い回しに騙されているだけなのであります。論より証拠、本当に真言宗の教えに一年三千の法というものはどの経典を見てもないわけであります。華厳経の教えに一年三千の法はどこを探してもないというふうに日蓮大聖人様は示されているわけであります。創価学会が昭和52年飛ぶ鳥を落とす勢いだった時に、池田大作さんが日蓮大聖人の生まれ変わりだと創価学会員は言っていました。そんなことは法華経にも日蓮大聖人様の御書にも書いていないことであります。だけれどもみんな多くの学会員がそうやって思い込んでいたわけであります。今も思い込んでいる人がいると思います。人間はこの年を取って認知症になったらしょうがないですけれども、元気なうちから人間は言ったことも言わないと言ったり、言わないことも言ったと言ってみたり、自分を正当化しようと思うときにはみんなそういう嘘をついてしまうわけであります。しかしそれはどこまでも嘘であって真実ではないわけであります。桜を見る会の名簿のようにシュレッダーにかけて捨ててしまえばそれでなかったことになり、今まで通り丁寧に説明責任を果たしていきたいと安倍晋三さんが言っていれば、何か丁寧に説明していることになってしまい、国民も説明されたように錯覚してしまっているわけですけれども、何にも丁寧に説明されていないと
大嘘つきのこの状況をこの私たちは毎日テレビで見せられているわけであります。ゴーン前会長のように何十億も使って無実、自分は無実だと外国に逃げるというねじ曲げができてしまうわけであります。権力を持ったりお金を持ったりそういうことで自分が正当だということを言い続ける。真言宗華厳宗も長い歴史の中でずっと嘘を続けていると、それがやがて真実のようにたくさんの人が理解するようになってしまうですね。しかしどんな権力財力、長年嘘を言い続け、嘘も百遍言えば真実のようになると、真実をねじ曲げてでもそれはどう考えても真実ではないと、それでは成仏できないわけであります。法事や葬式の時困らないようにと参謀院に所属しているのではないわけであります。私たちは名前だけで信仰してるんじゃなくて、心の底から先ほど申し上げたように法華経の一念三千の全ての命に仏の命というものが備わっているんだと、全ての命が仏になる資格があるんだという、この法というものを自分の信念として信じなければ成仏を遂げるということはできないんだと。自分の命を正面から見つめ、自分の心を正面から見つめて生き方を正すために信心をしているわけであります。嘘をつくための信心をしているんじゃなくて、嘘をつきやすい凡夫が嘘をつかないための信心をするために私たちは信仰しているんだとね。嘘をつくることが平気だった人間が嘘をつかない信心をしようというのが、この法華経の南無法蓮華経の信心なんだということなんですね。ねじ曲げられた嘘が真実のふりをしても、そのことを私たちが見抜くことのできる信心をしていかなければいけないのであります。騙す人間のせいにしていてもしょうがないわけであります。日蓮大聖人様の法は種から根っこから全部真実であります。だから名前だけの信心でなく、成仏できる信心修行を実行していただくようにしなければならないということなんですね。だから実行する、現実に私たちは信じ行ずる、そういう信仰の中にこそ本当の成仏というもの、本当の誠というものがあるんだということを、この開目抄のこの御所の言葉というものを通して、真言宗、禅宗、念仏宗、そういう多宗のことじゃなくて、自分の内にあるそういうごまかそうという気持ちというものを乗り越えた真実の信仰というものをしていかなければならないんだということを、改めてこの御所を通して深くお互いに自覚していっていただきたいということをお願いを申し上げて、本日のお話とさせていただくものであります。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。参加したいという。